あ、イベント来たわ。どっかにさっきのいるのか。さっきのやつはどこだ。こっちだ。あ、誘導されてんじゃん、やっぱり。あ、後ろ。おい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 、お前、俺たちに喧嘩売るとはいい度胸してるじゃないか。貴様、ロックマンで間違いないな。やっぱり俺たち有名になってきてるみたいだな。笑い事じゃないよ。こんな安っぽい挑発に乗せられてのこのこやってくるとは。思ったより大したことなさそうだ。なんだと？並みいる FM 星人を倒したその力、見せてもらおう。いや、そんなモブごときには負けんぞ。もうでかくなった。な、どういうことだ？急に別人みたいにやりやがった。いや、来るぞ。え、なんで急にでかくなった？え？バトル？おい、でけえな。まあ、でも的がでかいって考えれば倒しやすそうですけど。ジャミンガジ、あ、ミソルちゃんのカードある。え、これは何なの？ランダムでこの中から選ばれるのが強えな、おい。じゃあ使っていくか。ミソラちゃん力を貸してくれ。あれ？ミソラちゃんの力役に立たねえ。あれ？え？ちょっと待って、ダメージ入んなくね、こいつ。あ？あ、カウンターは入るけど、ダメージ入ってない。え？カウンター入るのにダメージ入んないってどういうことだよ。ちょっと待って待って待って、どういうこと、常時インビジブル状態みたいな、そういうこと。まあ、それはずるだよ、さすがに。常時インビジはずるいよ。あ、だめ。え、こいつ倒せなくね。え、ちょっと待って、こいつ無理くね。え、バスターとかも入んない。入んないよね。なんならもう点滅すらせず入んなくない、この人。これどうしたらいいのこれ。全然攻撃が通じない。こいつマジで強いぞ。いや、通じないっていうか、なんかもうズルしてんじゃねってレベルじゃない、これは。そんな程度か。強い。今度はこっちからだ。くらえ。うっ、こっちの攻撃当たんねえのに向こうの攻撃当たるし。やばい、力が強すぎて、ほどけない。砕けてしまえ。いや、やめろ、お前。グロいことになるだろう。うわー。え、終わった？お、ロックマンのが溶けてる。おい、スバル。しっかりしろ、スバル。ええー。なにそんなとこで倒れて、潰されなかったの？いてて。僕助かったの？間一髪のところで電波化が溶けたんだ。危なかったぜ。そうだ、あいつは？あのでっかいやつはどっかいんのか。あ、いなくなってますね。いない。え、やべえな、あいつ。モブみたいな顔してんのに。あいつ一体何者だったんだ。僕らのこと知ってたみたいだし気になるな。ねえ、はい。誰？普通に誰？今日はとてもいい天気だね。急にどうした、お前。こんな日は気持ちも晴れやかになる。こっち気持ち落ち込んでんだよ。毎日こんな日が続けばいいのにって。そうは思わないかい？急に美少年みたいに出てきたな。なんだ、初太同士のラブロマンスか。君はスバル君だろ。僕を知ってるの？もちろんさ。僕は君のクラスメートだからね。生徒の名簿で君の写真を何度か見たことがあるんだ。だからすぐ分かってよ。すげえな、こいつ名簿名通してるの。はじめまして、僕の名前は双葉司。はじめまして、双葉くん。司でいいよ。でも失礼じゃない？呼び方は大事だよ。呼び方次第でその相手と親密になれたりすることもある。だから、司くん。なんか、カオルくんとシンジくん見てるみたい。ねえ、知ってるかい？毎朝出席を取るとき、先生は必ずいないと分かってる君の名前を呼ぶんだ。で、もちろん返事は返ってこない。その度に僕は想像したんだよ。スバル君って一体どんな子だろうって。先生いいやつだな。よかったよ、君はとてもいい人そうだ。いい人だなんてそんなことない。ん？君はさっきからとても控えめだね。でも僕はそんな性格が嫌いじゃないよ、司君。これは予感だけど、君が来てくれればもっと学校が楽しくなりそうな気がする。僕らは気の合う友達になれるかもしれない。友達？おっと、もうこんな時間か。僕は行かなきゃ。じゃあここでお別れだけど、君とはまた会いたいな。それじゃ。え、マジでカオルくん。カオルくんだとしたら、ここから BL 的な展開が待っているのかしら。司くんか、いい人そうだったな。
それにさっきの先生もいい人そうだった。学校か、お、学校来るパターンかこれ。あ、何？そうだ、忘れてた。僕劇のセットを見てる最中だったんだ。あ、委員長とかいたわ。みんな僕のこと探してるかも。じゃ戻ってやるか、しょうがねえな。ごめん、ちょっと僕トイレ行ってたんだ、委員長。どこ行ってたのよ。ごめん、トイレ探すのに時間かかっちゃってさ。同じ言い訳してる。コナン君真似したつもりだったんだけどな。まったくしょうがないわね。おかげで随分遅くなっちゃったじゃないの。もう今日は帰りましょう。いいこと、スバル君。絶対明日から学校に来なさいよね。あなたがいないと劇の役も揃わない。このセットもパーになるんだから。ふぅ、解放された。これでやっと、アマチさんのところに行けそうだ。アマチさんとこ、こっから行くの？なんか、夜遅くなんない？大丈夫かな？この、えらく長いと、すみません。大きい方だったんで。すみません。じゃあ、アマチさんのところ行きましょうかね。結構しっかりした研究所なのに、出入り自由になっちゃったね、ここ。まあ、やりやすいはやりやすいですけど。やあ、スバル君。今日はどうしたんだい？実は、ほう？そのペンダントが光ったって？うん。それで、アマチさんなら何か知らないかなって思って。僕もダイゴ先輩がそのペンダントを身につけていたのは知ってるけど、それが具体的にどんなものかまではちょっと。アマチさんでも知らないか。それにしても光ったっていうのは妙だね。僕でよかったら原因を調べてあげようか。あ、じゃあ。いや、なんでもできるな、この人。なんでもできるし、勇気もあるし。1時間後。スバル君、わかったよ。早っ。分解すんなよ、人のペンダント。分解して調べたんだけど、そのペンダントは小型の通信機みたいなんだ。通信機？やっぱりただのペンダントじゃなかったか。ただしその通信機は、ある特定の条件を満たすまで作動しないようになってるんだ。ほう。で、その条件というのが、ブラザーバンド。え？どういうこと？そのペンダントからごく近い場所でブラザーバンドが結ばれると、それを感知して通信機能がオンになる仕組みなんだ。あ、ミソラちゃんとブラザーバンド結んだからか。ペンダントが光ったのもそれが原因だと思う。なんで父さんはそんなことを？大悟先輩の意図はわからないけど、でもそれが通信機である限り、どこかの誰かと繋がってる可能性はある。誰かって一体。まさか、父さんと？父さんと連絡が取れるんじゃ。アマチさんどうすれば？その通信機、相当古いしあちこちが傷んでるせいで、通信が成功するのも稀みたいなんだ。せめて、電波の通りが良好な場所に行けば通信しやすくなるかも。電波の通りが良好な場所？そうだね。この建物の屋上はうってつけかもしれない。お、ペンダントを持って屋上で待っていれば誰かがコンタクトしてくるかも。屋上か。うん、わかった。ありがとう、アマチさん。これ、お父さん見つかったら結構なことだよ。ここだよね、屋上。あ、オッケー。まさか、このペンダントが通信機だったなんて、それにブラザーバンドが作動条件だったり。父さんは一体、ん？絶対なんか企んでるでしょ、父さん。光った！誰かがコンタクトしてるってことか。まさか父さんじゃ。光がどんどん強くなってる。あれ？ちょっと様子おかしくない？おい、すまれ。取り込み中のところ悪いが。かなり強力な電波がこっちに近づいてきてるぞ。猛スピードで。え、なんだって？やばいじゃん。こいつはかなりやばいぞ。何が起きてるんだ？おい、すまれ。急いでそのペンダントを壊すんだ。え、どうして？そいつが何かおかしなものを呼び出しちまったのかもしれねえ。手遅れにならないうちに早く。いやだ。何？だって、これは父さんの形見だ。え、いや、ま、形見だから壊せねえだろ、そうそう。こいつらは？ほっ！ペガサス、レオ、ドラゴン。夢の中で見た黒い影。どうしてここに？驚いてるようだな、スバルよ。これは夢の続き？これは夢ではない。紛れもない現実だ。お前たちに伝えることがある。伝えること？僕たちに？あなたたちは何者？我らは3つのサテライトを管理する者の影。サテライトペガサスの管理者、ペガサスマジック。サテライトレオの管理者、レオキングダム。サテライトドラゴンの管理者、ドラゴンスカイ。本体はサテライトを離れられぬゆえ、このような姿でお前の前に現れている。サテライトの管理者だと？こいつら俺と同じ電波体。なんでこんな奴らが地球のサテライトを守っていやがるんだ。サテライトの管理者が僕の前に。戦いの時が迫っている。そのための準備をしに来たのだ。戦いの準備？お前にも守るべき大事な絆が生まれたであろう。生まれた。それが合図だ。絆？それってもしかしてブラザーバンドのこと？そうだ。お前にブラザーができたことを、そのペンダントが教えてくれた。我々は待っていたのだ。お前にブラザーバンドができるのをめっちゃ期待されてんな、俺。え？人は守るものができたとき、初めて本当の強さを手に入れる。お前がその強さを手に入れるのを待っていたのだ。今この星に大いなる脅威が迫っている。
その脅威がこの星に舞い降りたとすれば、お前の大切な人々は失われ、生まれたばかりの絆もことごとく切り裂かれるであろう。大いなる脅威。そうだ、そしてお前たちはその脅威に立ち向かわなければならない。なぜ僕たちが？これも星の定めた運命。そう、かつてその首飾りの持ち主だったあの男の子として生まれた時はこうなることが決まっていたのかもしれん。お父さんのこと知ってんのか？持ち主って父さんを知ってるの？我々はお前の父親と協力してブラザーバンドを生み出した。父さんとブラザーバンド、絆を何よりも大切にする心優しき男だった。お前の持っているビジュライザーとペンダントはお前の父と我らが連絡を取るときに使っていたものだ。父さんがサテライトの管理者と。星川大吾を中心に我らは運命の糸で結ばれていたのだ。スバル、そしてウォーロックよ、大いなる脅威に立ち向かえる者はお前たちしかいないのだ。この星の運命はお前たちにかかっている。星の運命って、いきなりそんなこと言われても困るよ。間違いない。戸惑うのも無理はない。我らが戦うことができればいいのだが、我らでは大いなる脅威に打ち勝つことは決してできんのだ。脅威に打ち勝つにはお前とウォーロックの融合した力、すなわちロックマンの力が必要なのだ。来るべき決戦の日に備え、我々はお前たちに力を授ける必要があると考えた。星の力、スターフォースを。ほう。しかしこの力を受け入れるには大切なものを守ろうという強い心の力、すなわちブラザーの精神を知る必要があったのだ。けだよ、ブラザーがいる電波人間の力が必要なら、俺たちの他にもハープノートってのがいるぜ、ミソラちゃんね。そいつにもスターフォースってのを与えりゃ戦力になるんじゃねえのか。残念だが我らの力はお前たちにしか受け入れることができないのだ。あのハープという FM 星人は我らと周波数が違いすぎる。その点ウォーロック、お前は FM 星人でありながら我らに非常に近い周波数を持っている。故にお前たちでなくてはいけないのだ。その口ぶり、お前らまさか AM プラネットの生き残りか。いかにも、我らは AM プラネットの生き残りだ。ほう、 FM じゃなくて AM プラネット。 AM プラネットってのは FM プラネットの隣に浮かぶ星だ。そこには FM 星人と同じく電波の体を持った AM 星人が暮らしていて、昔はお互い双子星として友好な関係が続いていたんだが、今の FM 王の代になって突然戦争が始まった。いや、あれはもう戦争なんてもんじゃねえ。 FM プラネットから AM プラネットへの一方的な攻撃だ。そして最後には奴が出てきた。 FM プラネットの最終兵器、アンドロメダがな。アンドロメダの凶悪なパワーの前に AM 星人たちは瞬く間に全滅した。まさか生き残りがいたとはな。しかしなんで AM 星人のお前たちが仇である俺に力を与えようとしている。ウォーロック、では逆に質問するが、なぜお前は FM 星人と戦っているのだ。本当だ、ロックはなぜ仲間を裏切ったんだろう。確かに。そんなこと俺の勝手だろ。こいつ大事なこと何も喋んねえな。ならば我々も勝手にやらせてもらうぞ。好きにしやがれ。では力を与える前にはっきり言っておこう。お前たちは弱い。なんだと？我々は見ていたのだ。お前たちがあの黒いジャミンガーに無様にやられる様を。ああ、うん、あったね。あれは油断していただけだ。ナースバレ、そうだろ。それは虚勢を張るな、ウォーロックよ。それにまだお前たちが我々の力を手に入れられると決まったわけではない。スターフォースを手にするには星の試練を受けなければならない。今のお前たちではこの試練でさえ耐えられるかどうか。とはいえこの試練を乗り越えてもらわねばこの星に未来はない。なんか風雷の試練みたいな書き方すな。そんな、僕この星を背負って立つ自信なんてないよ。ビビってんじゃねえスバル。やろ、見くびりやがって。見てやがれ、そんな試練一瞬でクリアしてやるぜ。ロク、何をそんなに興奮してるんだ。ちょっと落ち着きなよ。では早速試練の開始だ。ビジライザーをかけてあたりを見回してみるがいい。早いな試練。なんかあんのこのあたりに。何？ん？なんかあんの。なんだあれ。あれは星の番人だ。この一帯に散らばっている。全部で5人、すべてお前たちの力で倒してみよう。あー、なんか敵を倒して力を証明するパターンか。オッケーオッケーオッケー。サクッとやっちゃいますからね。これは多分この条件ならそんな難しくないと思う。健闘を祈るぞ。なんか特殊ないらんことされなかったら難しくないけど、いらんことされたら厄介だな。気をつけよう。気をつけないとね。よし、やってやれ。行くぞスバレ。おい、どうしたんだよスバレ。よく考えたらこの試練も 僕と父さんのつながりなんだよね。この試練を乗り越えれば父さんに一歩近づける、そんな気がするんだ。かもな。それじゃあとっとと始めようぜ。ウェーブインだ。うん、なんかうまいこと乗せられた感あるけど、まあ行くか。さてこいつらはどんくらい強いんでしょうね。我は星の番人、星の試練は厳しいぞ。星の試練に挑戦するか。はい、行ってみましょうか。どのくらい強いのか。
あーでもでかいだけで普通の敵だな。これならちゃちゃっと倒せますね。あ、なんかくれるわ。受け取るがよい。星の証を、あれ4から倒しちゃった。こうやって受け取っていけばいいのね。 OK OK 全部倒してきました。これで星の証5個集まったはずですけど、よし、これで全部だな。スバルよ。おお、どうやら最初の試練を突破したようだな。しかしここからが本番だぞ。え、ここで次の試練を行う。証を持ってこちらに来るがよ。いや、お前らこっち来いよ。そこ行くのめんどくせんだよ、結構。よし、行くぞ、スバル。うん。こっち来てくんねえかな。ほら、来てあげたよ。結構遠かったよ。このゲーム、敵とのエンカウント多いんだよ。証は集めてきたよ。次はなんだ？そうしていくな。次は。私が相手だ。私に見事勝利すれば星の力を与えてやろう。いや、無理だろ。そうこなくちゃな。俺たちを弱いと言ったことを後悔させてやる。言っておくが、私を星の番人たちと同じと思うな。行くぞ、スバル。いや、無理でしょ。うん。いや、スバル君も乗り気なの。どうしたどうした、なんで急にそんな勇気いっぱいみたいになったんだろう。でかっ。なんか、シェンロンか、シンリュウみたい。ちょっとね、どうすっかな。キグナス、でもキグナスあそこ入りそうにないんだよな。一回ワイドウェーブで動き止めてゴーストパルス打ち込んでみるか。ワイドウェーブ、うわ、動き止まんねえし。ゴーストパルスは止まる。なるほど、オッケーオッケーオッケー。こんなね、ウッドマンと散々エクゼ1から戦ってきたから回避できますよ、さすがに。オッケーオッケー、キグナスがなんかクルクルしながら打ち込んでいった。これカウンター取りにくそうだな。あ、でも、え？このウッドマン的な動きだけだったら楽勝じゃねえと思ったけど、ウッドマン的な動きだけじゃなさそうだね、これ。危ない。オッケーオッケーオッケー。ここで、なるほど、炎攻撃は倍入りますね。カウンター入らなかったか。今のいい、やべ、溶けちゃった。ちょっと待って、ここで避けながら、はい、オッケー。こいつ弱えわ。パターンがあるわ。真ん中来た時にカウンター取れない。あー、ダメだったか。カウンターのタイミングは分かんないけど、あ、これ勝ちましたね。オックスファイアなら炎の攻撃で一気に焼き尽くせるんで、ここでオックス2倍で220入れて、で点滅が解けたらテイルバーナーぶち込みましょうか。おう、ここをしっかり回避していく。回避しながら出てきたところをぶち込んでいく。オッケー、勝ち。よし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 、属性がうまいこと入りましたね。あ、やった。やるな。想像以上の強さだった。おい、俺は騙されないぞ。なんで手を抜きやがった。手を抜く、あれで、あ、俺には分かる。こいつ全然本気なんて出しちゃいねえ。我々の目的はお前たちと争うことではない。今の戦いはお前の潜在能力を測っただけに過ぎない。思った通り、お前たちはこの星の人々を守るに十分な素質を持っている。受け取れ、我がスター放送。はっ、ありがとうございます。なんか高評価いただきましたね。うわわ、体が光に、うわあ！大丈夫？なんか、スバルくんどんどん改造されてない？ってあれ？これだけ？何も変わってないような。何がスターフォースだ、大層のこと言いやがって。俺たちを騙したんだろ。スターフォースは確かにお前の体内に宿った。しかしその力を呼び出せるかどうかは、お前たち次第だ。どういうこと？試練はまだ終わってないということだ。しつけえな。スターフォースは何かを守るための力。誰かを守りたいという強い意志がスターフォースを呼び出す。お前にはまだそれが足りていないのだ。あとはお前たち次第だ。我々はまた見守ることにする。お前たちの成長を。はぁ、なんかいいこと言っていなくなったけど、消えた。思い出したぜ。ペガサスマジック、レオキングダム、ドラゴンスカイ。奴らは AM の三賢者と呼ばれた奴らだ。大いなる知恵と力を持ち、AM プラネットに繁栄をもたらしたとされる AM 星人だ。確か AM プラネットが滅びるより前に星を離れたと聞いていたが、まさか地球にいたとはな。なんか変な夢でも見ていた気分だよ。サテライトの管理者が宇宙人で、それも父さんと関わりがあったなんて。それにスターフォース、僕に使いこなすことができるのかな。そんなのやってみなきゃわかんねえよ。間違いない。なんかくたびれちゃったな。そうだね。今日はいろいろありすぎたよ。そろそろ家に帰ろっか。じゃあ帰りますか、美人のママの元に。帰ってきましたよと。今日はもう寝ちゃいましょうじゃ。はい、お疲れ様でした、スバル君。頑張りましたね。結構今日いろいろあったね。